スティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日からですね、少しちょっと美容シリーズというかですね、はい、肌についてですね、お話しさせて、肌のトラブルについてお話しさせていただければと思っています。はい、私はですね、まあ、男なのでですね、そんなにこう肌に対してですね、すごくこう真剣にというかですね、ケアしているわけではないんですけども、まあ、肌と健康っていうのはですね、すごく密接に関わっていますので、肌の調子がいいっていうことはやっぱり体も健康であるっていうことが言えるんですね。そういったところでですね、まあ、肌のトラブルをですね、まあ、原因と対策っていうところを知っていただいて、健康にも綺麗にもなっていただければなと思ってですね、これからちょっと何回かに分けてですね、お伝えできればと思っています。はい、今日はですね、まあ、ニキビができる場所で違う原因と対策についてお話しさせていただければと思います。はい、ニキビ、まあ、吹き出物ですよね。いわゆる吹き出物です。吹き出物っていうのは、じゃあなんでできるのか、なんでできるのかっていうことと、場所によってですね、原因って実は違ったりするんですね。はい、まあ、一昔前とか前まではですね、汗とかですね、まあ、皮脂とかですね、まあ、汚れとか、そういったものがこう原因だっていうふうに言われていたんですけども、なので一生懸命皆さん洗ってましたよね。洗ってましたけども、それが原因っていうわけではなくてですね、それもあるかもしれないんですけども、それだけではなくって、食生活だったりとかですね、まあ、便秘だったりとかですね、あとは間違ったスキンケア方法ですね、はい、っていったところがいろいろ原因になっていたりするんです。そういったところで今日はですね、まずは場所、ニキビ吹き出物ができる場所によって原因が違うんですよっていうところをですね、お伝えできればと思っています。はい、まず口周りですね。口周りに吹き出物とかニキビができるっていうことは、これはですね、飲みすぎ、食べすぎです。飲みすぎ、食べ過ぎ、字が変じゃった、なんか字が変になりましたね。飲み過ぎと食べ過ぎです。はい、口周りにできる吹き出物っていうのは、飲み過ぎとか食べ過ぎっていう原因になることがほとんどです。要は胃腸の乱れですよね。胃腸をですね、酷使しすぎてしまうと、口周りに吹き出物だったりですね、ニキビができやすくなります。はい、でフェイスライン、次はフェイスラインですね。フェイスラインっていうのは、まあ、この辺りですかね。はい、フェイスラインっていうのはですね、まあ、ここも含めてですかね、フェイスラインっていうのは結局のところ、シャンプーとかトリートメントとかですね、シャンプーとかトリートメントとかですね、あとはこういった整髪料ですよね。はい、ワックスとかですね、まあ、ジェルだったりムースだったりいろいろあると思うんですけども、そういったものをですね、しっかり落としきれていないことが原因だというふうに言われています。まあ、シャンプーとかの、まあ、洗剤系ですよね。はい、あと洗顔とかもそうですよ。洗顔でですね、洗顔をしてその後に落としきれていないっていうことがですね、原因だって言われています。あと、まあ、フェイスラインなんですけども、女性においてはですね、生理前っていうところもですね、ホルモンバランスの乱れでですね、出やすくなります。はい、生理前にですね、ホルモンバランスの乱れでこういったところは出やすくなったりします。フェイスラインですね。はい、で頬、額、鼻なんですけども、まあ、ほっぺただったりとか額だったりとか鼻、特にですね、額とか鼻っていうのはよく T ゾーンって言われる場所ですよね。 T ゾーンって言われる場所はですね、ここはですね、まあ、頬もそうなんですけど、間違ったスキンケアですね。はい、スキンケア、まあ、スキンケアについて詳しいお話はですね、また次回以降話していくんですけども、間違ったスキンケアが原因であることが多いです。はい、あとはやはり思春期ですね。思春期の子たちはですね、まあ、高校生くらいの子たちっていうのはやはりですね、ホルモンバランスの乱れというかですね、思春期の時っていうのは皮脂腺が強くなりますので、こういった時に一時的に出やすくなったりします。なので、それに対してまた間違ったスキンケアをしてしまうと、それがニキビ跡になってしまったりとかしますので、原因っていうのをまず知っていただくことが必要なんですね。はい、
あとはやはりですね、ほっぺたに関してはですね、やはり女性は生理前に出やすくなります。それはデトックスしていることですから、それに対してですね、こう何をするっていうよりも、そのニキビができたってことはですね、ニキビ吹き出物ができたってことは出そうとしているわけですから、それに対してまたバイ菌を入れないようにですね、しっかりケアしてあげるということが必要になるわけですね。変にいじくったりとかしてバイ菌が入ってしまうと、皮膚がこう傷ついてしまって後になったりとかしてしまうわけです。なのでまずですね、言えることは、ニキビとか吹き出物っていうのは体が悪いものを外に出そうとしてるんですよということなんです。それに対してですね、何かですね、こういじくったりとかですね、何かこう変な薬を塗ったりとか、抗炎症剤とかを塗ってしまうとですね、外に出そうとしてるのを邪魔してしまうわけですよね。はい、といったところでですね、原因っていうところ、ニキビ、吹き出物の原因っていうのは、こういったことが原因になりますから、その原因をしっかりなくしてあげればですね、無駄な吹き出物とかニキビができることはないですし、できたとしてもそれに対して変にいじくったりとかですね、抗炎症剤の薬を塗ってしまうとですね、逆効果になってしまうんですよっていうようなお話をさせていただきました。はい、で次回はですね、もう少しニキビ吹き出物についてお話ししたいんですけど、色ですね、色、白いニキビとか赤いニキビとか黒いニキビとかあるじゃないですか。それについてですね、原因と対策っていうお話もさせていただければと思います。その後にですね、具体的なケアの方法とかそういったところもお伝えできればと思いますので、次回以降の動画も楽しみにしていただければと思います。はい、もしですね、ご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。またですね、YouTube チャンネル登録していただいて、次回以降の動画もお見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。